はい、こんにちは、とみちゃんです。ドゥンドゥーン、ということでものづくりチャンネル始まりましたね。ここ最近ちょっと上げてなくて本当にすいません。これから頑張ってね、もうね数本取りだめしてるので、順次アップしていきたいと思います。ということでこれからもいっぱい見てくださいね。よかったらチャンネル登録もぜひお願いします。ということで今回は宝飾加工職人さんの工場に行ってみて、どういうものを使ってるかっていうのをね、映像でお届けしたいと思います。どんな工具を使ってるかとかね、いろいろそういうのを、見てきました。めちゃくちゃ勉強になりました。長年やってる職人さんがどんな道具を使ってるかって、みんなね、知りたいっていう、コメント欄にも結構書いてね、くれてね、ぜひそれはね、もう一回ちゃんと映像で皆さんにお届けしようと思ってたんでね、行ってみたいと思います。それでは、最後までみんな見てください。工場へレッツゴー。ということで今日はね、ここの名工と言われてるね、ジュエリー職人のとこ、お人の工場にね、見てみて使ってる特別な道具を見せてもらおうと思ってます。じゃあ行ってみましょうね。ででん、もうなんか名工っぽいんだよね。なんか決して綺麗とは言えないけど、めちゃめちゃこう職人さんの部屋って感じかな。行ってみますよ。こんにちは。なんかおかしなことになってる。どうしたんですか。ぎっくり腰。ぎっくり腰。嘘。嘘。名工さんと思ってかっこよくスタートしようとしてたのに、なんか今日はすいません、なんかぎっくり腰の時が来てしまって。いやいや、大丈夫ですよ。大丈夫。ね、見てよ、こじんまりした感じのめちゃくちゃ仕事を重視したようなこの部屋になってる。すいません、今日忙しいのに。いや、全然大丈夫ですよ、暇ですから。じゃあちょっと紹介させてもらいます。なにわの名工というね、称号を持ってる、技能検定一級当たり前ですし、ジュエリー業界ではなにわでずっとこうやってきたっていう、もうプロフェッショナルの職人さんなんでね、だからこそ、まあ、どういう道具を使ってるかっていうのを皆さんにこの映像でねお届けできたらと思います。なので、なにわの名工って称号ですか。はい、大阪府知事。大阪知事、はい、からもらいました。あ、そうなんだ。はい。え、いっぱいいるんですか。数えたことないんで分かんないです。でもそんな年に一人かな。あ、じゃあ全然だ。今2023年だから2023人いるってこと。なわけないじゃないですか。だそうですよ。ね、もっとコメント欄にも書いてあった通り、どういう職人さんがどういうの使ってんのっていうのを知りたいっていう人をね、叶える映像でありますから、皆さんにこうお届けできたらなと思ってます。ここでいつもやってるんですか。はい、そうです。ちゃんと紹介できますね。なにわの名工奥野さん、今日はぎっくり腰じじいということでいいですか。いいですか。はい、どうぞ。失礼はないですか。大丈夫です。もう映像の日にぎっくり腰なんてもうね、絵に描いてる。もう何年ぐらい職人やってるんですか。30年ぐらいですね。すごいじゃないですか。ちょっとね、本当に道具拝見させてもらっていいですか。あ、どうぞ。これ何ですか。なんか金魚でも飼ってんのか、とやんばかりの。これはね、はい、まあ、例えば指輪があるとしたら、はいはいはい、サイズ直しとかで、はい、こういう風に立てるんですよね。で、石が置いたんですか、それ。うん、これは金魚の鉢に入ってる石。あ、そうなんだ。で、水が張ってて、で、こういう感じでロウ付けを。これでロウ付けしてるんですね。はい、そしたら、あの石が割れないんで。ああ、で、形状も倒れないし、石だから。そう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 。で、まあ、こういう感じかな。いや、考えられてますね。僕、金魚のなんかね、メダカ飼ってるのも飼えねえよ、こんなとこで。へ、面白いね、こんなのもあるんだ。これも自分たちで考えてというか。そうですね、まあ、親方に教えてもらったんだけど。これちょっと僕気になったんですけど、これでもすごい古いというか。あ、これはちょっと同じのが売ってなくて、どう使うかというと、うん、
ロー付けするときに拡大しながらロー付けしたいときに、うん、例えばこういう感じで、ああそのためね、そうそう、例えばこういう感じでこっちの方がいいのかな、あだからそんな燃えてるんですか、あそう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 、そうすごいねこれね、見てよ、めちゃくちゃ燃えてんのほらあ拡大こうやってしながらやるためにそう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 、これ同じやつちょっと見つけられなくて、ちょっと倍率がなんでこんな燃えてんのかなと思ってたんですよね、ごめんなさい、この貧乏チーの何ですかこれなんかもう見てよ僕ねさっき、えこれ針金で耳にかけんのと思っちゃって、これはこれ、はい、どうするかというと、はいはいはい、こうかけて、あでロー付けするときにここを通して、こういう感じで溶接を、へえこれも頭いい、はい、すると視野が広いんでロー付けしやすい、へえ、はい、考えられてるこれもちょっとボロっちいんですけどね、これ形が、いやびっくりした、僕はねこれで耳かけてんのかと思っちゃった棚の中いいな、棚の中何が入ってるんですか、え、いやここはやっとこうですね、ただすごいよ、整理整頓ができないんで、え全部形がすごい、え全部ちょっと見せてもらいたいな、もともとはこれは、はいはいはい、これなんですよね、ああそうなんだ、もともとそのやっとこがそんな先端がこんな感じ、これ何するもんですか、これは自分の好きな R に、やっぱ自分で作るんですよね、みんなね、こういう感じで好きな R に曲げれますと、でこのやっとこ一つでほぼ全ての作業ができます、そうなの、はい、なんで例えば、え例えば曲げるのもそうだし、これを曲げすぎたなと思ったら逆に持ってこうやれば逆にこうまっすぐになる、こう、うーん、さっきこうやったでしょ、うん、逆にすればまっすぐに戻せる、一本で全部できちゃう、ほぼできますね、はいはい、こういうためやっとこでこうやって、まあ、ここももともとこの形状ですか、あ違いますね、これもう細くしちゃってるんで、あこれ自体がもうこうやって加工されてんだ、あれすごいね、この辺も一緒かな、曲げるものがいっぱい、これも作ってる、あこれ作ってない、それはそのままですね、はい、あでもそのままだけど多分ここら辺は削ってる、あと、うん、ちっちゃいマーキスの枠とかはこういうので持ちます、これも作ってんの、作ってます、すごいこれめちゃくちゃ細くなってる、ちょうど今マーキスの枠がないんだけど、うん、また例えばこれがマーキスの枠だとすると こういう感じで、そのために加工してあるんだ、はい、へえ、やっぱ技術が詰まってるね、うん、勉強になります、ありがとう、やっとこだけでもこんなやるんですね、はい、例えばヘラこうちょっと普通売ってるのは、はい、でも、はい、普通にそれを、はい、ちょっともともとこういう長方の棒を買ってきて、ちょっとこれ長方の棒なんだけど、長方の棒、はい、それをダイヤモンドバーでいろんな形に、自分で作ってるんですか、自分でヘラも、はい、売ってないんで、これ先すごい形してる、これは、うん、まあ例えばこのここの中こういう感じで描けますね、ヘラ、うーんちょっと光ったでしょ、えじゃあ僕も光らせてもらっていいですか、トミちゃんはピカピカだから大丈夫。あ本当ですか。こういう細いヘラは、はい、まあ例えばこういうもの、はいはいはい、この中を光らすときに使います、はい。普通のヘラじゃダメってことですね。例えば入んないんでこういうのだと。あ入らないから。はい。なのでよいしょと、こういう。細いヘラ、あを作ってやってるんだ、はいはい、ここをこういう感じで磨きます、はい、もっと細いやつもあるんだ、あるこういうの、ああまあピンバイスにつけて、そうだから直径で
1ミリとか1ミリ以下かな。あ、1ミリ以下のヘラ、はい、それで例えばこういうとこをこうかけちゃうと、うーん、いう感じで。そうなんだ。はい、すごい。ヘラだけでもこんだけ種類あるってことですね。そうなんです。はい、これは何ですか。なんか色ついてますけど。ああ、これね、よく、はい、あの例えばよいしょと、こういう感じに書いて、1ミリのバーが緑、1.1 ミリが赤とかっていう印、順番を決めて、はいはいはい、でこう塗っとくと、例えばこう穴がいっぱいあるときに、はい、なんだろう、1.8 ミリのバーが欲しいって時にもうどれか分かんなくなっちゃうと、もう毎回こう測んないといけないんで。そうなんだ。例えばこれだったら 1.4 ミリっていうのが分かるように印をつけてる。するとこういうっていろいろ石が入ってる時もこうやって分かるでしょ。分かる。なので全部めちゃくちゃ考えられてるじゃないですか。これなんて何なんだろうですか。ここ、あ、これ、これ、はい、あ、これはあの単に叩き台として、叩き台なんだけど、うん、あの大事なもの、例えばこういうのを作ってる時に、はい、この子が亡くなったりしたら困るから、ここにちょっと避難させるための置き場所。あー、そういうこと。ぐちゃぐちゃになっちゃうでしょ。あ、大事なものをそこに置く。そう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 。最近ちょっとシーフォースさんで知れたんだけど、これなんですか。めちゃくちゃいい。はいはいはい、ダイヤモンドがくっついてるシートですよね。はい、どうやって使うんですか。いや、これちょっと僕も正しい使い方は分かんないんだけど、はい、こういう感じで、あ、糸の子に貼って、貼って、はい、この隙間、はいはいはい、を磨くのってすごい難しいんだけど、はい、よいしょっと、え、これはでも職人さん的には便利だと思います。これはもう超便利。もう、あ、超便利。もうこれみんなに勧めたい。よいしょ、こういう感じで。ああ、そういうやつ。あ、こういう細かいところの。そうそうですね。要するにこれが、なんだ、 0. 何とか、 0.03 ミリだとかなんで、奥の方までペーパーがかけれる。こういう感じで、この隙間、ここの隙間ね。あ、便利ですね。これ超便利。あ、やっぱ使って最高。これ最高。これいいよ。へえ。ああ、こういうの言ってもらっていいですね、使い道。はい、はい、皆さん分かりましたか。道具は便利なものがどんどん生まれてるんですね。昔の道具も大事ですけど、今の道具も大事。ここ見てよ、ここにもいっぱい叩き台とかさ、もう先端工具とか多分で、ここだけだってこんだけいっぱいさ、バーとかあってさ、っていうことで、はい、本当ね、いっぱいもっとね紹介してもらいたいし、こんな今日やってもらったのって10分の1ぐらいだと思うんですよ、工具のね。ね、見せたくない道具もあると思うんだけど、ない、ね、ない。じゃあ何でも教えてくれる。逆に聞いてください。素晴らしい。本当ね、冗談抜きにコメント欄に入れてもらったら、ちゃんと奥野さんに聞いてね、あのやりますし、もしかしたらね、本当もっとどんどん言えたらライブ配信とかで皆さんにね、あとリアルな質問とかを答えられるようなところを作るのが多分ね、僕のこの YouTube のチャンネルの意味だと思うし、もうこうやってね、気持ちよく出てもらって、気持ちよく技術を継承してくれる職人さんがね、今後どんどんね、減っていくと思うんで、その減っていく前にね、皆さんにこう伝えられたらなと思う意味で、こういう道具とかいろいろ、まあ、技術は当たり前ですけど紹介できればなと思ってたんですけど、ぜひ。どうでした、この見てる人ね。奥野さんすごいですよ。やっぱ僕今日お会いして、まあ、何回かね実はお会いしたことあるんですけど、今日見てやっぱ職人さんなんだなといつものなんかニコニコぎっくりおじさんじゃないんだなと思ってなにわの名工が作るジュエリーの、基礎からね、中編後編と本当に技術をね YouTube で撮ろうよって言ってくれてるので、なにわの名工の技術をね映像でもお届けしたいと思います。今日の映像どうだったでしょうか。なにわの名工をね、奥野さんに出てもらった、職人さん、スーパー職人さんはどんな道具を使ってるかっていうのをね、お伝えしましたね。また次の映像で皆さんお会いしたいと思います。チャンネル登録いい ね、コメントよろしくお願いします。ということで、また次の映像でお会いしましょう。今日は奥野さんありがとうございました。じゃあ、あっちのカメラ使って、それでは See you next time。 引っかかった